はい、皆さんこんにちは、Aトラベルです。さあ今回はですね、新しく見つけてきました、ニュー NJIR JRR コンビネーションマップで遊んでいきまーす。まあ、場所的にはインドネシアですね。で、荷物はまたいい荷物がね、ちょっと近くになかったんで、自社便の空荷にしてます。で、こちらを、インドネシアのシコールっていう場所から同じく、シコールっていう場所まで。で、距離はおおよそ11キロほどなんですけども、また縮尺が1対1なんで、実際ね、11キロの距離を走っていくような形になりますね。で、まあ、峠みたいな、まあ、アスファルトが引いてある国道とはまではちょっと言えないような道なんですけど、このちょっと車高ペンペンのね、トラックでやっていきたいと思います。久しぶりのスカニアですね。じゃあ、早速やっていきましょう。はい、エンジンかけます。はい、じゃあギア入れてサイド落としてハザード消して、はい、やってきまーす。これはどっちなんや？右方向です。右？あれ？全然わからん。右側通行？左側通行やね。いいんかなこれ。おお、なんやこれ。あ、かわいい動物遊具ですけどね。なんかこういう感じで、まあ、多少なりグネグネして下っていくような道でしたね。まあそこまで今回は激しくないんかな。ずっと森の中を行くような感じですね。で、今回のこのマップのですね、 NJIR と JRR なんですけど、まず NJIR がですね、ニュージャワアイランドロードNJIR ですね。ニュージャワアイランドロードの略ですね。で、もう一つの JRR っていうのがですね、ジャワロードレボリューション。JRR でジャワロードレボリューションですね。まあだからその NJIR とJRR っていうマップがね、そもそも存在してるんですよ。これね、私の動画でも紹介してたはずなんですけど、まあその単発でね、NJIR か JRR を紹介してたはずなんですよね。で、今回その2つのマップがですね、合体したような形で発表されたというか、新しくなったんですよね。まあマップがちょっとでかくなったというか、まあ後でまたこれね、マップをお見せしますけど、実際なんかねコラボしたというか、実際ひっついてたんですよね、道が。だからね、ナビもバカみたいになっとるんですけどね。
不思議ですよね。どうせやったらちゃんとひっつけたらいいんやけど、ナビが案内、まあ実際ねそこつながっとるところ行けば通れるとは思うんですけど、ナビがうまいこと案内しないような感じですね。でまあこれずっとね今森の中走ってきとるんですけど、まあ、実際そのインドネシアのシコールっていう場所自体がなんかそのか、まあ、観光地とまでは言わんかもしれないですけど、その地元の人たちの憩いの場というかね、なんか先ほどもちょっと遊具みたいなのありましたけど、そういう感じですね。休日にはにぎわうような場所なイメージですね。おお、まあまあ飛ばしてるのに。インドネシアのマップって本当ねこんなんですよね。めっちゃめちゃこう飛ばしてる人が多い。あれ、これちょっともうゴール見えてきたな。あ、危ないよ。危ない、あんまちょい。それは危ないよ。なんかすっごい人が、あ、この人も真ん中におるし、何してんのこれ。おお、これ1対1じゃないな。すごい人がいっぱいおるけど、なんなんやろ。向こう側は多いですよね。やっぱ上の公園に行くためのなんか多分停留場とかそういう意味合いですかね。ここも人がいっぱい。まもなく左方向です。左方向、これがねだから公園の入り口っていうゲートなんでしょうね。あ、人が、あ、危ない。前に行くと。これちょっと今ね予定してた到着場所まで来たんですけど、ちょっと短すぎたんでもうちょっと行きますね。でまあねちょっと今からは緩やかな道なんですけどね。あ、おお、危なかった。おはよう。何やこれ。え、検問？危ね。今の絶対怒られるやつや。で、こっからちょっとね、緩やかな道になるんで、ちょっと飛ばし気味で。で、もうちょっと先に行くとね、楽しげなっていうかちょっとまたグネグネした道始まるからですね、もしかしたらここら辺は編集の時に飛ばせるかもしれないですけど、まあお付き合いください。こうやってねポチョポチョとこう街があるんですよね。
130キロ。やっぱスカニアがええな。あ、なんやあれ、すっげえ煙。煙これ。あ、なんか動いてる上。なんか見覚えがある。この煙が出てくるとなんかお化けみたいなのが飛ぶんですよね。あれ？あ、ほらほら上。見ました？ほらほらほら上上。え？なんかああいうお化けみたいなのが飛ぶんですよね。まあもう私もねちょっと忘れたんですけど、 NJIRR やったか JRR やったかどっちか前紹介した時にあれあのお化けが飛んどったんですよね。今度は何これ。あ、事故。今度は事故ですね。うわ、めっちゃぐっちゃぐちゃや。ああ、散乱しまくってる。出てきてもいい感じなんやけどな。こうやってね、インドネシア人が多いんですよ。道をギリギリで歩いてるからね、まあまあ怖い。130キロ。反対車線は2車線あるんですけどね、上りやからか。いや、危なっ。ああ、おほほ、よう止まった今。まだなんやな。なんかでも看板がね、これぐねぐね道が来ますよみたいな出てますけどね。すごいなんか出店じゃないけど。商店街が結構ありますね。すごい街が続くんやけど、もうちょっとでこれ突き当たりぐらいになるんじゃないかな。あ、なんか曲がり角出てきたな。そこら辺で終わりにしよっかな。よし、ここやな。これが左がね、ちょっと広い広場やったと思うんですよ。そこで止まろうかな。これ何？右折？ああ、横断歩道か。
ごいな、ここも。これ何なん、これ凝ってるよな、インドネシアも。こんな感じでいいかな、ちょっと一回外に。かっこいい、インドネシアいいっすね。はい、じゃあニュートラル、サイドブレーキ、ハザード焚いて、はい、エンジンオープ。はい、外行きます。かっこいいな、なんか。いいっすね。自社便はね、もう色とかホイールとかね、タイヤとか合わせられるからやっぱかっこいいですよね。はい、今回は新しく見つけてきましたニュー NJIR JRR コンビネーションマップですね。こちらで遊んできました。NJIR がニュージャワアイランドロードで、 JRR がジャワロードレボリューション、この2つのマップが合体した形ですね。で、荷物の方はこちらの自社便の箱車で、中身は空ですね。で、こちらをインドネシアのシコールっていう場所から、同じくシコールっていう場所、ちょっとね、もともと考えとった道よりだいぶ先まで走ってきたんで、まあ、20キロ、25キロぐらいかな、それぐらい走ってきたと思います。で、マップの方をお見せしますね。あ、そうか、これがシコールなんですよね。これなんて読むかちょっとわかんないですけど、ちょっとこっちまで、シコールっていう場所からこちらの方までね、今走ってきたんですね、ずっとこんだけね。で、まあ、この上のマップ、ね、この上の横棒のマップ、こいつと、この縦のマップですね。これが合体したんですよ。でね、確か、ジャワーロードレボリューションっていうのが、この上やと思うんですよ。これちょっと定かじゃないんで、もし間違ってたら、お許しいただきたいんですけど、で、下の道がニュージャワアイランドロードやと思うんですよね。あんまりね、その前紹介した時もそうやったんですけど、そこまでね、国道チックな道がないんですよね、ここね。前どこ走ったかも全然覚えてないや。ここら辺走ったんかな。まあとりあえず今まではこの一本やったやつがね、この縦で伸びたやつも単発ではあるんでしょうけど、これが合体したような形。本当にちょっといろんなやつやりすぎとってね、忘れてしまうんやけど、もしかしてこの縦のマップもやってるかもしれん。両方やってるかもしれん。だから、でもこんな今日ね、走ってきたようなところの記憶がないからね。いや、どうせ走るんやったらここ走ってるような気するもんな。まあちょっとよくわかんないですけど、とりあえずこの2つ、横のやつと縦のやつが合体したマップっていうことですね。まあだから、私的にはね、その、国道好きな私としては、ちょっとね、物足りないマップになってますけど、まあこれもあれですね、まだまだ距離が短いんで、今後にね、期待していきたいマップですね。いや、もうこの、ご覧いただければわかる通り、このね、街の作りとか、もうしっかり作り込まれてるから、こういうマップは基本好きなんですよね。絶対後々期待できるマップやと思ってますから、
もう待つしかないですね。楽しそうなマップ。インドネシアですからね、もうブラジルとかインドネシアって言ったらもう本当に国道が絶対入ってくるような感じなんで、今度のマップに国道が入っていることを期待しましょうかね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価いただけますと本当にね、動画作ろうって気持ちになりますんでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは皆さんぜひぜひまた遊びに来てくださいね。どうもありがとうございました。またねー。